はい、こんにちは、ケンです。先日びっくりするニュースがね、舞い込んできました。もう皆さんね、ご存知かと思うんですけれども、エクスプレイがですね、販売終了になると、そういった情報がですね、ダイハツの公式から発表されました。文面はこういった感じなんですけれども、端折りますとですね、2024年の10月下旬にですね、コペンエクスプレイの生産が終了すると。そして、終了もね、早まるかもしれないし、在庫販売店の方ではですね、在庫がなくなり次第終了と、そういった形になるそうです。今回の動画はですね、私がこのエクスプレイが生産終了になってね、思うことっていうのを話していきたいと思いますので、ぜひ皆さんもですね、コメント欄で今後ね、どうなっていくんだろうという、その考察とか、エクスプレイ以外を乗っている方でもね、そのエクスプレイに対する思いですとか、またエクスプレイに乗ってる方は今後ね、こうやってまだまだ乗り続けていくよなんていうね、コメントをいただけると嬉しいです。正直ですね、残念なニュースですよね。と言ってもですね、まあ動画でね、暗くなっても仕方ないことですし、わざわざね、動画に訪れた方にね、暗い表情を見せてもしょうがないですから、まあ率直にですね、一番最初に感じたことはですね、なぜエクスプレイだけなの、他のでもいいんじゃないって、そういう話ではなくて、あ、なんでエクスプレイが最初なのかなっていう思ったんですよね。まあ単純に考えれば、まあ一番、まあエクスプレイが正直台数としては出ていないので、そこら辺でまずはエクスプレイを、まあ、終了ということにして、他のね、ローブ、セロ、GR スポーツに生産を集約していく、そういった考えなのかなと、まあ思ったりもしています。1種類減らしてきたかっていうところなんですけれども、結局法規制ってどんどん求められてるじゃないですか。皆さんもご存知かと思うんですけれども、今後昔ね、私動画出したんですが、バックセンサー、そこら辺のですね、規制あるじゃないですか。今後バックセンサーつけていかないとダメですよみたいな、そういったところに対応していくにあたって、開発のタイミングでエクスプレイを終了させて、他の LA400 に注ぎ込んでいく、そんな考えがあるんじゃないかなと。他の400系だってまたね、5年、これからね、5年後なんてどうなってるかわからないですしね、この法規制、いろいろありますけれども、またね、どうせ新しい法規制も作るんでしょうし。まあ近々でいうとね、そのバックモニターのカメラでしたっけ、センサーでしたっけ、そういったものをつけなきゃいけないとか、なんかね、新車販売、そういうことをしなきゃいけないとか、いろいろ増えてますけれども、まあそういったところもあってね、まずはエクスプレイからっていうことなんでしょうか。まあこの LA400 のね、コペンが誕生して約10年ですね、このローブとともにですね、エクスプレイが、まあ、LA400 をね、引っ張ったっていうのは事実ですし、非常にね、感謝しております。コペンのオーナーさんっていうのはね、数あるね、車の中からコペンを選んでるだけにね、個性派の方多いんですけれども、そのコペン界の中でもですね、エクスプレイを選ぶというね、さらにいい個性を持った方たちたくさんいらっしゃいます。初めてね、生のエクスプレイを見たっていうのはですね、これはね、多分2回目のオフ会かな、鈴野さんが開催してくれたオフ会でですね、40台ぐらい集まった時に初めてね、エクスプレイ見ましたね。カーキのエクスプレイでしたね。これは生エクスプレイだから、納車されてから、納車されてからですね、街を走っていて一度も会わなかったんですよ。すれ違わなかった、エクスプレイ。まあコロナがですね、
流行っていてですね、なかなか皆さんお出かけしないということで、まあね、行く人も少なかったという状況もあるんですけれども、納車されてから何年だ、2年ぐらい経ってからやっとオフ会が解禁になって、それでオフ会2回目参加した時に初めてエクスプレイを見たと。あとはそのディーラーになんかメンテナンスで行った時に、お客様駐車場に黄色のエクスプレイが止まってた、そんな感じですね。今ブリティッシュグリーンの880とすれ違いましたよ。まあそんな感じですね。なかなかねエクスプレイに合わなかった。エクスプレイどこにいるんだってね、内心思ってたんですけれども、数々のオフ会に行くことによって、エクスプレイとね、出会う確率も多くなりました。そんなエクスプレイなんですけれども、私がね思うエクスプレイのね好きなところ、まあ昔ねコペのプラモデル、エクスプレイのねプラモデル作った時に少し喋ってたんですけど、私がねコペンエクスプレイのね好きなところを挙げますとですね、バンパー下のですね、顎ひげのような感じですね、黒い顎ひげのような、あれね面白いですね。あとグリルの口の形ね、グリルの口の形が絶妙に好きです。セロは笑ってるじゃないですか。でジーラは結構ねキリッとした形なんですよね。エクスプレイはねちょっとね、面白いんですよ。形がバランスはいいですよね、グリルの形で。グリルのデザインボツボツとねこうなってるんですよ。セロともまた違っていて、これ綺麗に見えていいなと思って、ね、思ってます。結構アクティブな感じのデザインです。そしてなんといってもね、このフェンダーからこのボンネットとトランクの上にこうね伸びてるこの黒い部分、この黒い部分のここの部分が平らなので、そこにねよくコーヒーカップとかね置いて、ちょっとね休憩しているエクスプレイオーナーさんとかがいて、あ面白い使い方があるなと思ってね、見てました。セロですとね、コーヒーカップ車体にの上にね置く場所がないんですよ。ないんですよ。屋根の一番平らな部分ぐらいしか置けないのかな。本当にフラットな部分がセロはないですよね。エクスプレイはここのね部分がフラットなのかな、そこは多分。だからそういったねちょっとねコーヒータイムの時にそこにさりげなく置いてね、駐車場で佇んでるというのも面白いなっていうね、そういう印象を受けたことがあります。これが私のね好きな部分。まあ私はエクスプレイオーナーではないですから、そこまでねエクスプレイの良さをね伝えられるかどうかっていうのは分からないですけども、この第三者だけど同じ LA400 コペを乗っているものとして、その見た時にねパッと見た時に、あエクスプレイここが面白いなっていう、そういったねデザインの話でした。まあ生産終了ということでね、ネガティブにね捉える方もいらっしゃると思います。でもね、まあ、逆にポジティブに考えましょう。これでですねエクスプレイが、まあ、新車で買えなくなってしまうということで、エクスプレイオーナーさんただでさえねオフ会に来るとこの圧倒的レア率からね他のコペン乗りさんがですね興奮してしまうんですけれども、販売終了ということですね、さらにレア度に磨きがかかってしまうというね、もうレア中のレアになっていくと。またこれからねずっと長年また5年10年乗り続けるとしましょう。そしたらやっぱり降りられる方も出てくると思うんですよね。当然ライフスタイルが変わったり、まあ何かねあったりしてエクスプレイを降りられる方もいらっしゃるでしょう。ただその中でエクスプレイをねずっと乗り続ける方も当然いらっしゃるでしょうから、そういった方かなりねもうレア中のレアね車体となりますから、例えば私のねこのブリティッシュグリーンのセロなんていうのはたくさんいますから、街中ではね全然被ることはないですけれども、都会に行けば必ずね、5台以上いるこの緑のセロなんですが、これをねエクスプレイに例えますとね、もうほぼほぼ被らなくなってくるのかなっていうね、
思いますね。このオフ会に行っても被らないこの圧倒的個性というのは、これはねすごいことだと思いますよ。この販売終了っていうねニュースアナウンスされてますから、もうエクスプレイね悩んでどうしようかなって考えてる人はもう買ってください。買っちゃった方がいいですよ。そしてですね、このエクスプレイ販売終了のねアナウンスがされたということで、このコペン乗りの皆さんもね、今後コペンどうなっていくのかなってね考えることもあると思います。当然ね880乗ってる方たちはすでにね880は販売終了したというね経験をしているんですけれども、我々400としては未だまあねダイハツさん頑張って10年新車をね作り続けているという現状で、ついにこの400の中でエクスプレイが販売終了になったということで、これはいずれねこのローブとかセロ、まあ、GR スポーツはまだ新しいですけれども、このね5年10年先どうなっていくのかなってね考えてみますとですね、まあ、やっぱり法規制をクリアしていかないといけないということで、これがね、どうなっていくのか、まあ、ローブセロもね、いずれはまあ終了、我々が乗っている形をね終了していくのであろうと思いますが、まあ、今後ねそのマイナーチェンジだったりフルモデルチェンジすることでコペンっていうねその車自体は受け継がれていくのかなと思いますし、私はねそれが至って正常なことだと思ってます。やっぱり車って常に進化していくものですから、当然ねこの古いコペンを愛して乗り続けるっていうのを私は大好きですし、このセロをね乗り続ける予定ですけれども、あの LA400 の次のね後継者が出ることで、あの他のねコペンの価値が下がるわけでもないですし、以前にねこのビジョンコペンというものが東京モーターショーで、出ましたけれども、このビジョンコペンがね、今後販売されるのか、似たような形で販売されるのか、そういったところもですね、注視していきたいと思います。はい、ということでですね、今回はエクスプレイがね、生産終了となるニュースのフリートークでございました。ぜひ皆さんもですね、例えばエクスプレイに乗ってる方はそのエクスプレイに対するね思い、またこれからねどう乗っていきたいかとか、さまざまなね思いあると思いますので、コメントしていただけると嬉しいです。またこの私のようにねセロだったり LA 他のね LA400 に乗っている方々、エクスプレイに対する思いを書いていただけると嬉しいです。そしてね先代のコペン880に乗っている方たちもエクスプレイをどういったね目線で見ていたのかなっていうのね、そういったのも気になりますので、ぜひね880の方もですね、いやこれは400の話題だからなんて思わずね、皆様のご意見非常に参考になりますから、コメントにね書いていただけると嬉しいです。それではですね、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひ今回の動画よかったらですね、グッドボタン、そして、コメントもよろしくお願いします。そしてですね、私のチャンネル 99% いや 100% ですね、コペンしか出てこないんですけれども、コペンに関する情報もね、取り扱っておりますので、少しでも興味を持った方は気軽にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。